ます。おはようございます。うわ、暑い。暑い。やばいです、今日の気温。外で仕事だったらちょっと干からびちゃうかもしれない。なんか最近はなんかどっか行きました、はい、プライベートで。プライベートでは最近ちょっと推しのバンドさんを見つけて検索したら、次の日ライブやってるなんて言ってすぐ北千住行ってライブ行きました。あ、推しのバンドがいるんですか。そうなんです、最近本当に見つけたばっかりで。そういうの行くんですね。結構ライブなんかエンタメが大好きなんです。あ、ライブでじゃあノリノリでやる。もう、おいあ、ノリノリで。そのライブハウスに行って、なんか後にその会場がロッシーが今後やるイベントと同じだったっていうのが後日発覚しました。あれ、あ、すごいびっくり。今度はそこのステージに立つ、はい、立つ。まさかの。あ、すごいですね。なんかその有名人の人しか経験できない。あ、ここですね。はい、地下だ。スタジオ、ライブハウス、歌う？なんだ。あ、ここじゃない。はじめまして。あ、ロシチャンネルご依頼してくれた方。あ、そうです、浜野と申します。あ、浜野さん、はじめまして、ありがとうございます。よろしくお願いします。ですね、今回そのどういった内容なんですか。あ、はい、今日が、洋服の撮影のモデルをお願いしたいと思ってご依頼をさせていただきました。はい、お、あ、洋服のモデル、はい、はあ、なるほど。やったことはめちゃくちゃあります。めちゃくちゃあります。ちなみに、あ、そうですね、一緒にモデルを乗っていただく方になります。先生、ミカって言います。あ、じゃあミカさんで。あ、すいません。びっくりしましたね、いきなり撮影。あ、そうですね。あ、風花、何も聞いてないですもんね。あ、そうですね。お仕事いたします。すみません、そこなんですけど、何回か多分着替えが入るような感じになると思います。はい、結構いろいろ種類が、そうですね、ありますね。こちらが個室になりますので、はい、はい、よろしくお願いします。個室は取らない方がいいですよね。そうですね。あ、そうです。着替えてます。あ、もう大丈夫です。あ、そうですね。T シャツ1枚なんで、すぐ。あ、結構大きめなサイズで、絵柄が後ろに来るパターン。あー、すごい、かわいい。モデルとかはいつやったんですか。最近はないかもですね。でも 2,3 年前ぐらいに、本当全身写す場合もあり、この T シャツだけっていうのもあるし、ちょっとおしゃれにこう決めたいみたいなのを撮りつつ、やっぱ商品が売れるように、商品がやっぱメインなんで。なるほど。そう。じゃあ、はい、まあ、頑張らずいながら、頑張らずで、はい、わかりました。頑張るみたいな感じで、はい、いきましょうか。はい、まあ、パシャパシャと、ここに撮りましょう。あ、いい表情ですね。うん、あ、かわいい、かわいい。あ、いいね、いいね、いいね。うん、かわいい、いいですね。あ、いいね、いいね。なんか若者感というか、可愛い感じ撮れるんですよ。カメラマンがめちゃくちゃ可愛いね、いいねってああいうのって現場ではああいう感じなの、カメラマンって。意外とコスプレの撮影ではあんまりそこまで言われることはなくって、お洋服のモデルとかファッション系の撮影ではもうめちゃくちゃ可愛いっていう、もうワードのシャワーは
浴びますね。シャワードのシャワー浴びる。めちゃめちゃ言ってもらえる。意外と言われないで撮るのと言われながら撮るのとで、うん、同じ服着ていてもお洋服の見栄えがやっぱりなんかちょっと変わるっていうか、なんかこう可愛いって言われながら撮った写真の方が、あ、なんかこっちの服の方がいいなって思うんですよ。コスプレだと逆にキャラクターの世界観があるんで、かっこいいキャラクターやってる時に可愛い可愛いって言われちゃうとちょっとイメージくれちゃうので、コスプレは本当あんまりそういうことを言われるのはないですね。なるほどね。全然久しぶりじゃない人ですね。そうですね。全然慣れてる。あの頃の感覚が。昔の感覚が。やっぱ覚えてますね。覚えてる。さすがっすね。素晴らしい。今まで癖のあるカメラマンさんとか。癖のあるカメラマンさん。グラビア系だと、なぞなぞ出してくるとか。なんで？笑かしてくるカメラマンさんとかいて、グラビアは結構決めポーズ、決め顔っていうよりか自然な表情を切り取ってくれるんで、意外と和気あいあいとめちゃめちゃ楽しい現場にしてくれますね、カメラマンさん。なんかこの人はちょっと苦手だなって人いなかったの？たまにずっとアシスタントに怒ってるカメラマンさんとか、カメラこっちに決まってんだろう、おい動かせみたいな、あ、いいねロスちゃんかわいいねってちょっとなんだろう、現場がピリッとする感じはちょっと苦手だったりしますね。ちょっとアドバイスしようかなっていう感じで初めてらしいだと、自然体でいいと思います。もう普段の自分の感じで、確かに今私の世界一可愛いっていう感じでポーズ取るのが一番いいです。おー難しそうですね。途中で他のモデルさんが来て初めてだったりしたじゃん今回、そのはい、やっぱそうですね、そういう初めての人とかのポージングとか結構アドバイスもしてたけど、はい、ちょっと人のやっぱポージングとか気になる、見てて。そうですね、結構気になっちゃって、それと先輩風吹かしながら、この時はもう自分世界一可愛いと思いながら撮った方がいいよとか、服に柄とかロゴとかあるんで、それに手がかぶったりとか、ロゴ隠れないようなポーズとかも教えたりとかしましたね。意外と髪型もすごい重要で、ロングの髪だと商品よく見えなくなっちゃったりとかするんで。ロッシーはその髪型はショートにしたのはなんかそういうのもあるの？いや、ロッシーの場合はもう完全にシャンプーとリンス代の節約のために切ったんですけど。モデルのこだわりかと思ったら違う。シャンプーとリンス代の節約。はい、節約のため。かわいいね。めちゃくちゃいい感じですよ、それ。あ、ウィンクいただきました。ありがとうございます。はい、ウィンク差し上げます。なんかポージングとか結構ポン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 出てたけど、コスプレとの違いとかなくて、なんかすごいポンポン出てたけど。なんかこうコスプレはいかに自分を消せるかで、グラビアはいかに自分を出せるかで、モデルは商品をどれだけ引き立たせられるか、魅力的に見えるかがすごい大事なんで。どれが一番得意？うわー、もう全部大好き、全部得意。撮られるの全部好きなの？もう大好きですね。グラビアのセクシーポーズとかちょっと苦手とか？もうないですね。セクシーも可愛いもかっこいいも、なんか変態もブスポーズとかも何でもいけます。こんなに違えるもんですか？そうですね、もうこれが多分普通ですね。結構いろんな色違いとかあるんで、めっちゃ早着替えしますね。慣れっこ。もう慣れてます。あ、可愛くなってるわ。あ、そう。急にね、今回モデルの仕事だったけど、はい、いつでもモデルとか来てもいいように体型キープでなんかやったりしてみる。あー、でも6年ぐ
ずっと毎朝寝起きんトレしてます。え、寝起きんトレ、寝起き、もう朝起きて布団から出る前に腹筋30回、あと家にいるときはもうずっとつま先立ち歩きとか、お腹が見えてなくてもずっとお腹へこませてるとか、地道な筋トレというか何かはずっとやってます。それやんないとやっぱりたるんできちゃう。もうたるんできちゃうし、あと今コスプレのお仕事で公式コスプレイヤーっていうものがあって、もう何年も同じキャラを担当するんで、衣装も、もう私しか入らないサイズなんで、体型変わっちゃうと着れなくなっちゃうんです。なるほど。だからキープはもう一生してます、ね、寿司好きだ。寿司、個人的にもお寿司大好き。一番好きなネタは梅なぎです。梅なぎめっちゃ美味しい。今回はちょっと久々なんか本業に近い仕事だったけど、そうですね、なんかここ最近、あ、こんな仕事もやりたいなみたいな。 UFO キャッチャー、なんかこう狙ってる商品とかあればロッシー取ります。これいい、ね、ただ、費用は、あの出してください。あ、でもね、はい、いつもよりお金少なく取れる。そうですね、もうめちゃくちゃ得意なんで。めちゃくちゃいいね、それ。めちゃくちゃ得意です。狙った獲物は逃さない、もう絶対取る。あ、それいいね。ちょっとじゃあ今見てる人に、はい、キーホーキャッチャーで困ってる人、はい、ロッシーが取ります。エネギラットさん、エネギーさん燃えてます。はい、いい、しました。オッケーオッケーオッケー。梅ネギパワーすごいですよ。ああ、いいですね。梅ネギ見えてます。じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ごシェルさん、これで終了になります。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございました。非常に助かりました。わあ、もう どうでしたか。いや、もうバッチリでした。さすがだなっていう感じで指導までしていただいて、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと先輩面をさせていただきました。結構本業に近い。そうね、珍しいパターンですよ ね、はいはい、たまにはこういうのも。そうですね、はい、めっちゃ楽しかったです。ありがとうございました。はい、ということで、本当に言いづらいんですけど、ちょっとお給料の方もちろんです。はい、ありがとうございます。いいですね、給料。お疲れ様でした。ありがとうございます。頂戴いたしました。ありがとうございました。ありがとうございました。ちょっと後で確認させていただきます。本当ありがとうございました。ありがとうございます。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。いやー、楽しかった。私がすごいお洋服が大好きなんで、もういろんな柄のお洋服着れて最高でした。なんかちょっといつもと違うプロのロシエルが見えたという、はいはい、そうですね。スイッチが、まあ、いつもスイッチ入ってないわけじゃないですけど、今回は普段のなんだろう、コスプレのお仕事に近しい内容だったんで、ちょっとしっかりしたロシが見えたんじゃないかなと。そうですね、はい、いただきました、はい、お給料、けれど本日のお給料、やばい、やばいかもしれない。やばいですね。あ、5000円。おぉ、5000円。え、まだ、え、あ、あ、え、1000円。しかも診察、診察が嬉しい。すごい、木里さん、もう一枚出ちゃった。あ、2人目の木里さん。あ、あ、あ、あら、一気に。あ、野口さんだ。いやいや、2人目の。はい、はい、まだ。あっ、1万円。1万円。ありがとうございます。1万円。うわ、ちょっと診察あるの嬉しい。いや、そうですね。ありがとうございます。1万もプロのやつも見えたんで。そうですね、ちょっとはおロッシーたまにはやるやんと思ってもらえたんじゃないかなと。はい、ちょっといつもと違う一面を見せれたんじゃないかなって。そうですね、1万円ありがとうございます。
き続き、こちらまでお仕事をお待ちしております。よろしくお願いします。はい。